バディファイトドドドの大冒険10泊開封動画始まるよ。さて、昨日は、2ボックスですね。今日は10泊開封。狙いはグローリーシーカーとか騎士団長ですね。サンダースパルティス。ライフリンク2。ミリオンレイピア。こいつ強いですね。ライフリンクはあるんですが、攻撃力8000の防御9000の魔物です。ただし破壊されてしまえば、ライフリンクでダメージ2を受けます。ダンジョンワールドはとても面白いんですけど。はい。跳躍の忍者。エンペラーシールド。おー、出た！ブレイドウィングフィニックス。初めて出ました。なんだっけ、あいつの女キャラクターが使ってるカードですね。はい、バディが出ました。あの女のバディが。いやー、2回攻撃ですからね。結構強いですよね。惜しかったっていうか、まあ、うん。そしてグミスライム。まあ、あれですね。まあこれレア仕様ですけど、レアじゃないんで、はい。まあ紹介だけはしておきますけど。まああれなんでね。モードチェンジっていうかなんだ、ヒーローズレアみたいな。ディエマのノーマルもレアにしちゃいました的な感じのやつですね。ちょっとアップしすぎてたね。すいません。シャルシャム？シャドウシャム。オーサークラインズ。あと何パックだろうね。バルディッシュ。アフターナイツエンペラーか。まあいいんじゃないかな。調子の3人のドラムがちょっと欲しいかな。どうせ10パック買ったんだし、光ってる、なんだろう。バイバイレイジと。今度、ゲージ市原、君の場の、新選組というやつですね。新選組を全てを打撃力プラス1。超ガチレア。まあ、新選組っていうのが新しく、種族として加わったらしいですね。新選組のやつを作れば、まあ今戦国編ですから、バディファイト。斎藤、アールイランス、アフターナイス、ジャスティス。はい、来ました、ダンジョンエクスプローション。いいカードですね。あと残り3パック。今回レアがもう3枚出たんで、10パックで。まあまあ平均的ですね。まあ、10パックぐらい買えば、超勝ち出れば、まあ十分でしょう。マインゴージュドラゴン。ヒーローズ。ガッチャ。これ結構いいカードだよ。いいカードですよね。はい。まあ個人的にはもう満足してます。今回、これ買って正解でしたね。まあもうあとはあんまいいの出ないと思いますけど。フェイトスケルトン。バトルアクスか。ラスト。手で開けていきましょう。最後なんで。ん？硬いっすね。ちょっとね、とりあえず。ポイントはダメだった。スカルゴーレム、マズハマ、バケット、エンペラー。おー、マジシャンドラム。まあいいじゃない？まあいいじゃない？はい。これ結構強いんでいいですね。で、今回出たカードがガチレアが2枚ですね。はい、初カード出ました。ブレイドウィングフィニックス。
欲しかったんで嬉しかったです。ダンジョンエクスプローション、今度超ガチ1枚ガチレア2枚という内容でした。今度は初めてだと思う。あれ出たっけかな、わかんないけど嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。